怖いなぁ。 PS4 版じゃない、パソコン版、 Steam ね。ん？え、カメラ？カメラあったの？うわ、トリエルの最後怖かったなぁ。これ初見でもしあれやったらリセットしてたわ。初見で殺してたらリセットしたわ。なんか音怖くね？こんな音流れてたっけな。え、こんな音流れてたか？よ、おい人間。初めて会うのに挨拶もなしか。こっちを向いて握手しろ。え、こんな怖かったっけ、喋り方。ブーブークッションな。こんな音なんなかったよね。同じかな。あのおばさんも人間を見る目がないぜ。トリエルか。動けなかった。動けなかったんだけど。人間です。仕事は片付いたな。うわー、さって終わったな。さらっと終わったな。サンズが冷たいな。サンズが冷たいな。もうこんな違うのか。もうこんな違うのか。はい、パピルスの意味は人間に会うことだ。だからできればこのまま人間のふりしててもらえると助かるぜ。あ、16体残っている。おお。そういう感じか。16体進めばいいのか。あ、16体倒せばいいのか。人間ですよ。こりゃなんちゃらって。人間いないな。モンスターだな、これはもう。空っぽだな。ん？こんなあったっけ？いや、ち。人間です。人間と会うときはよそ行きの格好をしなきゃいけないから。それかせめてご近所行きの格好ぐらいはしないと。お前その服しか持ってないだろ。そうだけど、でも髪型変えられるよ。あ、これさ、初見の時にトリエルとか倒したらこのルートに入るの？この結構冷たい感じの塩対応される？初見で G ルートはいけないって誰か言ってたような気がするんだよね。それだけなら誤射かもしれない。そっか、敵でなくなるまで狩るのも少数。ああ、まあそうか。岩ではないな。あ、この会話はあったような。初見でも G いける。あ、そうなんだ。P
の後、P ルート P ルートの後、これは辛いな通常エンドの電話が辛辣に、あー最後のやつ最後かな。あー、いらねえ、これ。捨てよう、これ。捨てようよ。Gルートやんないと真相がわからない。そうなんだ。Gの後に P やる方が個人的にきつかった。あー、なるほどね。それもそうか。あ、懐かしい。決めてるやつだな。骨決めてるやつな。こいつ可愛かった気がするんだよな。これ可愛い。ごめんな。ごめんな。あと曲がさ曲が暗い曲が暗いな。あ、雪だるまさん、こんにちは。こういうやつもあんだ。この間食べちゃったからな、いきなり。今回は助けてもいいんですけど、こいつも殺しちゃいましょう。こいつも、うわあ、曲よ。ごめんな。うわぁ、兄ちゃんは怠け者だ。はいはいはい。真実のラボでも聞いた。そうだっけ。あ、なんか敵と戦ってる時流れたような気する。引っかかってあげないんだ。どうせならパズルが好きな人間がよかったな。つら、このゲーム。このゲームつら。耐えれるかな耐えれるかこれ。ててててってねー。まあ一度見たしな。ピルス戦が一番しんどい。そうだよな、パピルスいいやつだったもんな。覚悟はできてるだろうな。あの橋の上どうするんだろう。見逃してくれんのかな。こいつを無視できるやつは絶対にいないぜ。やっぱり今月号のおさまチャレンジの方が良かったかな。おさまチャレンジ、文字探しは好きじゃないんだな。うん。これ結局何なの。
いまいちわからない。自分の意思で無視しましたね。あ、ああ、あったな。14体残っている。あ、BGM 戻った。本当だ。じゃあここにいるやつも殺しましょう。あれ、一回下行かないと無理なんか。あー、ワンコだ。ワン、いで。ワン、開いてるんだ。そのつなぎなんだね、ものですが。ごめんね。ちょっと待ってね。あ、いたな、こんなの。ちょっと待ってね。でーん。マークしてやるさ。あー、なんだっけ、なんちゃらコンテスト、キスコンテスト優勝みたいになってね。これ片方だけやんの。ちょっと戸惑っちゃった。今戸惑ってしまった。そう、お花すりすりか。あー、片方だけとりあえずね。あー、スイスイコンテスト98で2。あ、そっか、これ青動かなくていいのか。あー、ごめんな。あ、早い。あ、ハートできなくなっちゃった。殺してやるさ。ハートできなくなっちゃった。怒りのデスロード。もう何しても無駄かな。もう無駄でしょうな。先にメスを倒すと楽。そうなんだ。男の目の前で彼女が先に倒せばよかったのに。非常すぎるな。非常すぎる。と敵倒していくか。その雪は何？その雪はどうなってるんですか？落ちないんですか？低速移動？知らない。あ、戦闘中？知らないや、そんなのあったんだ。やってないね、全く。敵出てこねえ。敵出てこねえぞ。あ、出てきた。エンカウント率も下がってそう。わからんけど。寒くね、俺だけ。わお。あ、危ねえ。硬っ。満足性マジオワコン。ほんとだ。低速移動あった。今まで知らなかったわ。硬っ。あ、地図出すから変化しないようになってる。あ、そんなんだ。まあ、ある程度はしないですかね。あ、減ってくれと下がる。あ、そうなんだ、やっぱ。そんな気した。
て。よいしょ。つか車出せる。てかこいつ会ったことあったっけ？お前は何なん？空気読めし。空気読めし。こいつはモンスターからも嫌われてるもん。あ、そうなんだ。ある程度だと見逃して塩化リセットしたり。あ、そうなんだ。まあある程度じゃないしな。今のは一体なのかな。一体に入るんかな。押しちゃったけど。あれいない。どうやったっけこれ。開いてる。謎解きさせてくんないんだね。さっきの人間だ。パズル無視してこっちへ来るよ。俺がルールを説明するまで待っててくれるはずだったのに。スリル満点のドッキリで人間を震え上がされは上がらせるはずだったのに。ドッキリが好きじゃないのかもな。うん。アンダインはあいつはパズルが嫌いだ。アンダインはパズルは嫌いだけどドッキリは好きだもん。ドッキリ好きなんだね。おい人間貴様はどう思う。パズルとドッキリどっちがいい。あのさ、あの、ん？これは伸ばし棒かな？こういう風に聞かれた時は普通なんか答えるもんだよ。そんで貴様の答えに合わせて、俺様もなんか、俺様たちもなんか昨日聞いた解消するわけ。ふん。ああ。三角いっぱいありげ。確かに。やってみたら案外楽しいかもだぜ。うん。僕はパズル好きですけどね。10体。サンズじゃねえわ。ホライズン、ホライズンはやんない。ここら辺で倒しますか？どうもなかなか苦しいゲームですな。全然出ねえ。全然出ねえな。ん？監視カメラ。監視カメラちょこちょこあるね。あ、そうか、アルフィーが見てたんだっけ。アルフィーが見てたみたいな、言ってたような、言ってたよな、確か。テミ？テミも殺せるんですか？全然いないんだけど。パピルスの雪像。なんかいなかったっけ、ここに。落ちた。ここに落ちるんだね。一回も落ちなかったな。
なんかやる必要なさそう。やる必要ない感じする。石像壊せんの？壊そうかな。壊せんの？なんか、頭がついてた。壊せんの？壊せないか。ああ、主人公が？あ。ちょっと待ってね。よう。ここようしか言ってくれなかったっけ？あ、あったな、こんなん。あ、ここいるんだ。ギフトロット。もうやめてくれ。ごめんな。やらなきゃいけねえんだ。すまんな。もうやめてくれ。殺さなきゃいけないんだ。やめまーせん。ここね、ここ気になるよな。どうやって開くんだろう。あ、なんか動いてれば開くみたいな言ってたね。めっちゃ動いてれば開くみたいな。曲が変わった。ちょっと寝不足でさ、眠い。またお前か。こいつ倒しやすいな。何？何？何？体力少ないからな。ベーン。あ、レベルアップした。アンダーテインのレベルはラブだったっけ？そういうのもいいよね、設定。サンズの目の前でモンスターを殺戮していく。ベルオブバイオレンス、そうだった気がする。全然わかんねえ。曲が曲がやだです。やだな。全然いないね。いない。あ、いた。相当開かなくなるね、これ。マジか。EXP はそうだった気がする。残虐度だった気がする。ここはギフトロットしかいないのかな。経験値うめえ。金うめえ。これ学費払えるぞ。テミーの学費払ってやるか。うめえ。金がうめえ。せんずしといて確認もクソもない。いなくなんのかな、テミーも。
モンスターを殺して稼ぐ学費テミーのためだからな、すべては。全然動かないね。全然わかんねえ。あ、湧いた。あ、ここギフトロットしかいないんだね。いいっすね。金がうめえぜ。マップリセットすると湧きやすくなる。あ、そうなの？してみます？でんでん。してたらなんか最近3時になってんだよな、いつの間にか。早く寝ようとは思いながらいつの間にか3時になってんだわ。案の定眠いよね。えだ。眠い。でもなんか寝ようと思うと寝なくなるんだよな。ぼーっと携帯いじってたら3時になってた。モンストやってた。まだいるよな、まあ、なんか出るもんな、モンスターいなくなったって。夜の寝たくないと朝の寝ていたいが逆になるかな。確かに。寝る前にモンストのスタミナ消化してたら3時になってる。金曜だったらな、何の戸惑いもなく寝れるんですけどね。むしろ休みは早く寝るよね。目の前にいるのはサンズ。怖いけど楽しみではあるんだよな、難しいのね。怪獣駆除して世間のためになるね。確かにな、駆除しましょう怪獣はな。ここギフトロットしかいないからギフトロットを駆除してるけどね。もうやめてくれ。お前にも家族がいるのかな。ここ確か一脇だから討伐数稼ぐのあんま向いてない。あ、やっぱそうなの。なんかあれなんです、3匹一緒に出てきたら3匹になるの？ 3 匹扱いなんかな、これ。雪モフ、雪モフ、動物は消毒だ。これちゃんと見てなかった気がする。これ本当に雪モフなのか。あ、お金？
なんか今、お金手に入った気がするぞ。場所によっては鹿の仲間は駆除対象。そうなの。それはリアル？何体だからね。やっぱそうなんだ。いないね。こいつか懐かしいこいつこいつ好きだな。あBGM もいいよな。ごめんな。ワンワン、そうだった。わあ、2パンだった。どこで戦闘になるんだろう。どこで戦闘したっけ。ここら辺じゃなかったっけ、パピルスって。だからどこまでであれなんだろう。何体とかなんだろう。今何体か見よう。なんか早めに済ませときたい。あと3体か。なんか赤い文字やだな。赤い文字やだな。鹿殺すか。鹿を殺そう。鹿をな。ピールさん、街の後。あ、街の後か。あ、サンズいないじゃん。サンズどっか行っちゃった。鹿を殺す。僕は鹿を殺すんだ。鹿は悪。鹿絶対殺すもん。あ、でもいいか、上行くか。害獣だからね、仕方ないね。ここ開かないのかな。ここは？修学旅行に襲ってきた鹿マジですね。修学旅行は行ったなぁ。奈良、京都奈良行ったなぁ。小6だった気がする。でも覚えてないや、全然。何したっけ。将来海賊になるといけない。チョッパーかな。せんべい、鹿せんべいあげたと思うけどな。全く覚えてないや。京都なら行ったけど、小5と小6でさ、日光と京都なら行ったんだけど、どっちがどっちか忘れた。どっちがどっちだったっけな。5年で日光行ったっけな。敵いねえ。敵いねえ。もうみんな殺しちゃったか。こうやってパピルスも含まれるの？この3の中に。含まれんのかな。佐世子がいる方がならそうなの。あ、含まれないんだ。なるほどね。ありがとう。いない。やっぱ鹿を殺すしかねえのか。近寄りたくないわな。鹿殺すしかねえか。鹿。これマジ根気だな。上下おしっぱ。上下おしっぱ。上下おしっぱってどうやるの？あ、こう。
今キーボード両方やってる。あ、こう？これで終わってんの？シカ殺すしか仕方ないね。シカ殺すしかないね。仕方ないね。キーム？あ、これ鹿さん逃げ場の子鹿さん、鹿さんここにはいないか、人間じゃない走れる？いないなぁ。足のイベント？そうなの？何かやってる動き。あ、これどうなんだろう。いいか人間、最後のゲームだ。こいつはこれまで一番危険だぞ。やりましたね。やられんのかな。いくぞ。せーの。動かないで故障かな。やんのかな。やったらやばいよな。やらなそうだな。どうせまたスルーされるに決まってるもん。全然楽しくないもん。うん、じゃあもう人間捕まえなくていいってことか。うん。捕まえて有名なロイヤルガードになりたいよ。だけどさ、せっかく頑張ってパズルを作ったのに。これじゃまるでお誕生日のパーティーを、罠も爆発もなしで祝おうと、祝うのと一緒。罠も爆発も。根本的に間違ってるぞ。今回は相手が悪かったんだ。アンダインなら間違いなく大喜びだぞ。爆発血しぶき。全部アンダインの大好物。だからこのパズルは貴様なんぞにやらせん。だって浮気は良くないもん。もっと大事にしなくちゃ。今自分のそばにいてくれる友達を。ふぅ。大切なことに気づいてよかった。結局楽しく遊ぶにあんたの協力なんていらなかったな。あんたもうすぐパピルス戦うつもりだろ？オイラから一つ忠告だ。このまま今のやり方を続けてたら、お前はそのうち最悪な目に遭わされるぞ。ふぅ。ふぅ。あ、曲が。辛いな。お、見たい。まだ殺すの？殺しますよ。空気おいしなんか Wi-Fi がうんたらって言ってたの。目玉ないの怖いね。迷いは何なの。ふぅ、この Wi-Fi 使えねえ。
こいつは嫌われてんだな。ブルックの偽物がうるせえことほざけやがるのか。この世界にはチョッパーもブルックもいるのか。あと1体ですかね。全然いない。地下で海賊、海がない。海賊できないな。外に出ればあるよ、海は。いない。上下を失敗してソシャゲやる。ソシャゲやるか。モンストしててもいいよ。まあまあまあ。このこの動きは何なんだろうな。いやー、これは普通のルートじゃやんないだろうな。初見プレイじゃね。ネタバレあったか知らないけど。ラグナルクの倒し方。ラグナルクはですね、入れ番が多いんで、しっかり弱点当てればちゃんと跳ねてくれますよ。誰もいないね。ロミオを使えばいけますよ。入れは逃げる。そう、ラグナロク難しいよね。そっか、ラグナロク来てんのか。ちゃんとやってないな最近モンストは。ラグナロク今60、70ぐらいはいるんだけど。わがままオーディ30連したら五右衛門2体出たから謝って。いいじゃん、羨ましいな。出なかったよ、何も出てこないんだが。出てこねえ。なんでこんなもんですか。やっぱ鹿なのか。やっぱ鹿なのかな。誰もいないな。違うエリア、違うエリア行く。これでなんかなんないかな。いつも重心化の感想強いんじゃないの。衛星弾強そうだけど。点滅してんの怖がってこない。そうかも。全然わかんない。あ、来たー。お前らが最後だ。あー、パピルスか。パピルスか。死ぬ、トリエル死んだ時の、演出怖いなー、あれ。めっちゃ睨みつけてたね。
レベルアップした。超ジャンプ。まあでも最近天草が中心化したじゃん。敵倒すの気持ちよくなってきた？まあ敵は殺すのは気持ちいいんですけど、やっぱトリエルとかね、サンズとかに冷たくされるのは来るものがあるよね。来るものがあるよな。これモンスター いなくなったみたいな演出が欲しい。演出見てから。はあ、ででーん。ああ、ここもBGMが。ようこそ。誰もいない？あ、盗む。ああ。家族に乱暴しないで。まあ奪いましょう。奪えるものはな。曲よ。あ、ナイフの代わりなんか。確かに、お金、うめえと言ってた意味が。なんか丈夫な手袋あるじゃん。100% オフ。あ、食べちゃった。いやー、そうっすか。そうっすか。すげえゲームだ。包帯？包帯つけてたの？この辺入れとくか。バタースコッチパイもなんか最後で使いそう。この辺もなけりゃいいだろ。テミの学費も奪える。あ、お前ら人間じゃねえ。あ、上行けないんだ。これも決意だな。ボス、みんな逃げてどっかに隠れちゃったみたいだな。ほんと大人ってバカだよな。あんな人がいるから何も心配ないのにさ。あんな人も殺さなきゃいけないんだ。その火災用出口から出られるのは私の体が燃えてるとき。そうなんだ。どんどんいるの。あ、あいつ投げてるかな。あ、投げてない。こいつ投げてないの。どうしようか。誰もいない。パピルスの家、鍵かかってる。かかってる。この辺だったっけ？あ、ここだ。勝負だ。動くな人間。ちょっと人が喋ってるときはじっと
して聞かなきゃダメなんだぞ。偉大なるバビルス様は貴様に言いたいことがあるのだ。まず貴様ちょっと変だよ。だってパズルが好きじゃないし、歩き方もなんか不気味だし、両手にはいつも変なチリみたいなのがついてる。チリ？そっか、血はないのか。チリがついてんだ。このままだと貴様はもう後戻りできなくなると思う。でもパピレス様は貴様に大きな可能性を見出したのだ。誰だって努力すれば立派な人になれるんだ。俺様の場合は努力なんて必要ないけどね。ギャハハ。てめつのこと確かに不気味。確かに不気味だった。ちょっと動いたらダメだってば。さっき注意したばっかでしょ。よっけ逃げにさ、貴様は道を踏み外している。誰かが正しい方向へ導いてやらないとダメだ。だが案ずるな、この偉大なるパピレス様が、貴様の友達になってお手本を示してやるぞ。貴様、俺様が貴様を救ってやる。はぁ。ああ、歩み寄ってくれてるね。ってことは抱き合って友情を確かめたいってことだね。やった、俺様の教えが早速役に立ったぞ。さあ、偉大なるパピレス様の腕に飛び込んでこい。そうか。音ないんだ。あの曲聴きたかったな。すまん。これはちょっと予想外だった。顔だけ残ってる。ステータス見なかったよ。でも貴様のことは信じてるよ。貴様はもっと立派な人になれる。自分ではそう思ってなくても、俺様が保証するよ。ああ。やめてしまったな。